大人が英語をやるなら English English。はい、今回は決してやってはいけない TOEIC の対策方法、勉強方法について森田先生に聞いていきたいと思います。はい、このチャンネルでは今までにやってはいけない英単語の暗記法とか英文法の勉強法とかリスニングの勉強法とかいろいろやってはいけない勉強法について解説してきたんですけれども、 TOEIC 対策をしていく上でこれだけやっちゃいけないっていうポイントがあると思うので、それらを TOEIC 満点を100回以上取得している森田先生に聞いていきたいです。はい、まずは何ですか？まずは TOEIC の参考書じゃないもので勉強する人よくいそうですね。はい、遠回りですよ。結構多いのがデュオやるとかね。デュオじゃなくてトイックの単語帳やりましょう。トイックに出ないものいっぱい載ってます。金のフレーズとか出る前とかはトイック対策ならデュオやれみたいな感じの声とかよく聞こえてきたなと思うんですけど、はい、ありましたね。今はそうじゃないと、うん、ダメです。もったいないですね。他にも文法だったらね、受験のヴィンテージとかネクステージとかやってると言いますけど、そうですね、受験のものじゃなくて、うん、トイックのものやりましょう。出る範囲全然違いますので、はい、被るとこもあるんですけど被らないとこの方が多いでしょうっていうぐらいなので、受験のやってて役に立つことはあるかもしれないですけど、うん、トイックのものやりましょう。どういうところが違うんですか？文法で言えば出ない範囲のものいっぱいありますからね。はいはい、動詞の選択なんて出ないですけど、うん、トイックでは。でも逆に品詞の問題なんていうのはたくさん出てくるわけですね。派生語みたいなね、語尾が違っているものが並んでいるとかっていうのは受験ではほとんど出ないですけど、うん、トイックでは毎回たくさん出ますからね。うん、重要ポイントが全然違うって感じですね。出題される問題形式に合った参考書を使って対策していきましょう。他にもありますか？次はトイックの問題を解く解法を知らずに受けてる人ですね。おお、なるほど。なんとなく読んでいけば答えが出る、なんとなく聞けば答えが出るじゃないですから。ダメなんですか？はい、推測したり文章の中にある情報を照らし合わせて答えを出すとかっていうのがあるので、そういったことを知らずに受けてしまうと時間を無駄にしちゃいますね。なるほど。どこに答えあるんだろう、ないじゃないかってなっちゃうんですけど、うん、トイックではこれ推測、そこから言えることなんだよっていうのが多いですね。言い換えのパターンだったりとかパート2とかはすごい婉曲的な回答とか出てきたりするので、遠回しに返答したりするので、なるほど。なのでそういったところはトイックの勉強しておかないとできないものですね。それでいうと武田塾イングリッシュチャンネルの方でトイックの全パート対策方法、はい、どういうふうに解いたらいいのかっていうことについてこちらの動画で森田先生に伺いました。はい、まだその動画見てないよっていう方は必ず見た上でトイックの勉強を続けてほしいですね。はい、そのことです。続いて公式問題集や模試をただ解くだけになっている。これはもう全ての資格に言えそうですね。問題といって何問取れたとか何パーセント取れた、うん、何点取れるかなとかってそこだけしか気にしない人いっぱいいますので、ダメです。それではなぜ間違ったのか、何を知らなかったのか、回答根拠ですね。一体何が回答根拠になっていたのか、うん、ここが回答の根拠でこういうふうに言い換えられていたんだなとかっていうのが分かんないといけなかったりするわけですよ。きちんと自分の何ができなかったのかっていうのを知っておく、そして知らなかったものを覚えておくと今度はそれが本番に出てきて役立つ。パート7とか3,4とかですね、穴埋めの問題じゃないところでも、はい、その表現が穴埋めの方にね出てくるなんてことはよくありますので、ぜひとも知らなかった表現を覚えるってことをやってください。そうですね、自分も知らなかった表現とかはルーズリーフとかにまとめてちゃんと赤シートで隠せるようにして自分でテストして覚え直したりしてましたね。ぜひともそちらやってください。そして最後はですね、アビリティーズメジャーとの分析をしない。お、ね、正答率に関してこれはちゃんと知っておかなきゃいけない。そこがどういう問題で自分は何が苦手なのかっていうのをね、はい、知っておく必要がありますので、うちのチャンネルになっちゃいますけど分析した動画も出てますし、はい、あとはまさに広前さんがね出しているようなアルクの模試たちはアビメも出る模試になっていますので、 200% 活用模試ってやつですね、と究極の模試600問プラスもなってますので、ぜひともそちら使ってですね、ここのアビメっていうのはこういう問題なんだっていうのをですね知っておくと、こういうのが苦手なんだなっていうのが分かりますので、うん、ぜひともそういった分析をしてください。なるほど、分析をした上で苦手なパートの対策を個別にしていくみたいなイメージですね。そうですね。というわけで今回はやってはいけないトイックの勉強法について森田先生に聞いてきました。これらのことを参考にですね、間違った勉強法じゃなくて正しい勉強法でトイックの対策をしていってください。他にもこのチャンネルではトイック対策に役立つ参考書であったり勉強法をできるだけ分かりやすく配信しています。そういった動画を見逃したくない方は今のうちにチャンネル登録とその隣の通知ボタンのクリックを忘れずにお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。